はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は提督の決断2、日本軍プレーの続きをやっていきたいと思います。まあ、ここまで順調にね、対米戦進めてきていますが、前回の大本営会議の中でアメリカの本土攻撃、これを海軍主張したんですが、まあ、これが認められなかったということがありました。まあ、今回はですね、その事実を受けてそれでもなお海軍独自にアメリカ本土攻撃を決定したので、この作戦は必ず成功させなければならないということからですね、アメリカ本土攻撃に向けた新型空母、これを設計していきたいと思います。アメリカの本土攻撃をするにあたっては、まず敵の基地航空隊、この圧倒的な火力に耐えられる装甲を持ち、そして敵の飛行場を叩く航空戦力を乗せることができる、まあ、この2つをね、重点項目として設計の方していきたいと思います。まず対艦攻撃力はもう正直ゼロでいいですね。で、対空攻撃力、これはまさに敵の基地航空隊がやってきた時に直縁で守り、対空防御で守りということからですね、ある程度ちょっと入れておきたいと思います。どれくらい入れるかちょっとバランス見ながらなので、性能値340というものを割り振りながらちょっと決めていくので、ここは一旦仮決めしていきましょう。速度は30ノット。物資はまあ一応マックスで一回組んでみましょう。航空機数ももちろんマックス99。甲板、まあ、これはね、できれば走行としては厚くしておきたいので、これも一旦9で全部埋めてみます。これでどんくらい余るか。まあ、こんな感じですね。マックス値に対してある程度余力が残ってる状態ですね。であれば、対艦攻撃力をもうちょっと上げて、ごめんなさい、対空攻撃力をちょっと上げて、対艦攻撃力はいらないな。打ち合うことは想定していないので、これでいきましょう。赤城型になってる。赤城型にしては、見た目の話ですね、これは。見た目をどれにするかだな。まあ大型の空母にしたいので、まあ護衛とかね、特設空母ではなくてあくまでも大型空母、大砲型か、まあ装甲がなされている空母ですよね。あとはシナノ型、まあシナノ型が無難かな。一旦ずらっと見ていきますが、シナノ型が一番なんかかっこいいし、しっくりくるし、シナノ型にしましょう。そうだな。名前をどうするかですね。はい。風林火山型にしました。戦艦とか作るときはですね、天下無双とか古今無双とか無双型のものを作ることが多いんですけど、空母の場合、ごめんなさい。は、旗印でね、行こうと思います。で、天下布武型にしようかなと思ったんですけども、天下布武の布、まあ、布っていう字ですね。これがですね、ないんですよね。布で焼くと濡れるしかないし、じゃあ、四空の方で言ってもですね、なぜか、布っていう感じが、どうなんだろう、用意されてないのかな。見落としではないと思うんですけどね。15分ぐらいずーっとにらめっこして漏れがないよね。本当にないのかなっていう確認をしたんですが、どうやら本当になさそうなので、ちょっと一旦ね、天下布武型をやめて風林火山型にしてみました。なので、これで行きましょう。で、あとはですね、戦艦ですね。こちらの方も、作っていきたいと思います。で、ここも速度を、まあ、戦艦なので、まあ、27ぐらいに一度してみて、まあ、物資はマックス値で一旦組んでみましょう。で、対艦攻撃力99。
圧倒的火力を。偵察機は2でいいかな。で、あとはこの辺りの甲板の走行値ですね。組んでいきましょう。残りを対空防御。35。これをどう見るかだな。35というのを。偵察機の数を2。これ以上減らせないし、後部甲板とかを少し下げて、その分を対空攻撃力にする。でも1をうまく操ったところで、大したことないですもんね。なので、これでいきましょう。で、ヤマト型でいきます。グラフィックの話ですね。じゃあ、こここそ天下無双型でいきましょう。はい、では天下無双型でいきます。これで残りちょっと作っていきましょうか。風林火山型。いや、強力だな。では戦艦の方も天下無双型を作っていきます。はい。これで今回ですね、合計空母3、戦艦を2、巡洋艦を2、駆逐艦2を作っていきます。巡洋艦と駆逐艦、それに潜水艦の設計はしないですが、現有戦力をうまく使っていきたいと思います。では、ゲームの方戻っていきましょう。で、スパイの潜入先ですが、もう完全に西海岸に攻略を絞りますので、ロス。で、さらに、サンフランシスコ。で、最後、シアトルですね。シアトルは行ったことないですけど、一度行ってみたいですね。ニューヨークとね、フロリダと、カリフォルニア、ロサンゼルスね、ここはね、何度か足を運んだことがありますが、シアトルは行ったことないな。乗り換えでね、一度シアトル乗り換えあったような気もしなくもないけど、どうだったかな。さあ、では、このまま、見ていきましょう。まずですね、潜水艦の部隊を、ハワイとミッドウェイの防衛に当てていきたいと思います。ハワイ、ミッドウェイに艦隊を駐留させておく余裕が、この後西海岸攻撃でなくなりますので、ハワイとミッドウェイ、ここには潜水艦をね、潜ませておきたいと思います。ではちょっとその指示だけ先にしておきます。はい、では潜水艦なんですが、ラバウルとガダルカナルにも展開して、トラックにも展開しました。で、あとハワイとミッドウェイ、その周辺海域に潜水艦を哨戒活動させるように指示を出してあります。これで多少手薄になったとしても潜水艦でね、できる部分をカバーしていくということになります。では時間を進めていきましょう。東京の方は順調にアメリカ軍の手段を壊滅させていってますね。まあもう札幌を取ったので、仙台はね、未だアメリカ軍の手にあるとはいえですね。まあもう袋工事。袋のネズミというわけですね。では、厚東方面の方を見ておきましょう。厚東方面ですが、今第2艦隊、札幌を攻撃してもらった第2艦隊と、あと第6、第11だったかな。この2つの艦隊向かわせています。いずれも戦艦の部隊ですね。なので戦艦で厚東を焼き払うということになります。で、その後ですね、ダチハーバーを経由してシアトル方面、西海岸に向かってもらうか、サンフランシスコに直通してもらうか、直行ですね、してもらうかは検討したいと思います。今、艦隊続々とハワイの方に向けて集結中。潜水艦も先ほどお話した通り、各領域で展開中です。で、トラックでドック入りしている第4艦隊、南雲さんの第4艦隊、第4航空艦隊ですが、これドック開けがいつになるか確認します。あ、もうドック開けてるね。じゃあ補給してこれもハワイに入ってもらいましょう。陸戦隊はトラックは1かな2かな2だったら乗せてもいいかなと思ったんですが、トラック陸戦隊抜けさせるのはちょっとリスキーだよね。
なので、このまま時間を進めます。これでアメリカ軍の手段壊滅させています。東京が完全に守られたという形にようやくなりましたね。まあ、東京がアメリカ軍に攻撃を受けてからどれくらい経っただろう。結構かかったと思うんですけど、ようやくこれで枕を高くして都民の皆さんも寝ていただけるのかなというふうには思いますね。では第2艦隊このままアッツ島に向けて進んでもらいます。ちょっと危険なのがアッツ島に敵の飛行場があるかどうかですね。どうだったかな。第6第11艦隊ですね、このまま進んでもらいましょう。まあ、武蔵の方が、第2艦隊の武蔵の方が先にね、着きそうな感じはしますが、このまま進んでもらいます。で、忘れないうちにですね、トラックでドック開けした、南雲さんの第4航空艦隊、これを出撃させましょう。ハワイでね、航空機の補充は行うとして、まずはハワイに集結するのを優先してもらいます。で、ハワイに集結したら、西海岸攻撃の、そのね、艦隊構成も決めていければいいかな、というふうに思います。で、すでにハワイの方なんですが、いくつかの艦隊集結してますので、少しだけ動かして見やすくだけしておきましょう。もう補給が済んでいるものですね、今、外に。特に西海岸側に出ているものに関しては。まあ、第10艦隊。あとは索敵のためにずっと出てもらっていた第9艦隊。空母1ですね。まあ、空母1といっても、いわゆる軽空母なんで、まあ、火力はね、あまり出ない空母ですが、まあ、これすらも貴重な戦力として、西海岸攻略にあたっては運用していきましょう。そして、武蔵。ごめんなさい。ヤマトですね。で、この後第14艦隊がハワイに入ってくると思いますので、ハワイに入ったら補給しておきます。第15艦隊は補給ですね。補給して、出撃の準備を整えます。巡洋艦5、駆逐艦3です。あとは、このハワイに入ってる陸戦隊。今数で言うと、海軍陸戦隊が1、陸軍の師団が2ですね。陸軍だけにこのハワイを任せておいて大丈夫かっていうね、そういう不安があるな。ちょっと悩ましいですね。第3、第5、航空艦隊、これの到着を待ちましょう。では時間を進めます。はい、アッツ島なんですけども、アメリカ軍3個師団が入っているという状況なので、武蔵、あと後続の第6、第11の戦艦部隊を使って焼き払っていきます。飛行場はないようなので、まあ、ここは時間をかけてでもね、武蔵の火力で削っておきたいと思います。これよ。これが武蔵の火力。このターンだけで110削りましたね。これだと、うまくすれば、あと2回で、アッツ島の制圧が完了しそうですね。香港の方にアメリカ軍が来てますが、まあ、東京の方は防衛してありますので、香港は、陸軍に任せましょう。香港もね、しばらく行ってないなぁ。いつだろう、最後に行ったの。もう2年ぐらい経つかなっていう感じですね。で、第6、第11艦隊を、一応このままアッツ島に向けます。おそらく武蔵だけで間に合うかなと思います。ミッドウェアご覧の通り、潜水艦で守ってます。
で、ハワイの方に入った第14艦隊ですね。これが航空機はすでに補充十分という状況なので、補給だけしてこれもハワイ沖に出撃させていきましょう。もうこれもいわゆる軽空母ですね。大型の正規空母が来るのが第5航空艦隊、第4航空艦隊、この2つを待って出撃ですね。で、どこまで来てくれてるかというと、ウェイク諸島までですね。第4航空艦隊ウェイクまで来てます。なので、このまま、しばらく洋上待機。後に出撃です。では、このまま時間を進めて、厚島の攻略を進めていきましょう。はい。これで厚島に救っていた、アメリカ軍の陸軍3師団。これを武蔵の艦砲射撃で投げ払いました。厚島攻略完了です。というわけでですね、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回はですね、ハワイ沖に艦隊を集結、もちろん補給、補充、済ませた後から、始めさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。